お疲れ様です。お疲れの中でも寝れていいことです。本当に寝れるときは寝てください。大丈夫ですか、逆に起きててこんにちは、こんちゃー。噂が台風の影響は出てなかった。うん、それは良かったです。それは良かったです。本当に先ほどの方もありがとうございます。最近 MC 面白い。本当ですか。でもあれですね、ありがたいことにチーム S は特にあれですか、ありのままの自分でいられるというか、いつもやっぱそのね、緊張してしまってる時とかはあの殻にこもってしまう時があるのでよくないんですけど、本性ですね、あちらが、あちらがはい。 TikTok さん見てくださってありがとうございます。やっほー、涙は乾きましたか。すいません。そうなんですよ、今日のねインスタライブさんでもう泣いてしまいまして、すいません。ダメです。でもああいうことを考えてしまうと今はそう、あの思いが苦しくなってしまいまして、ショールーム配信でも引きずって泣いてしまいそうなんですけど、頑張って抑えております抑えております。違うこと考えてると大丈夫です。じゃないとねえ、楽しい、怖いのが好きなんですね。怖いのが好きなのはすごいですね。私苦手なので。無事に帰りました。あ、今日帰られたんですね。昨日嬉しかったです。ありがとうございます。公演ね、ありがとうございます。さっきはインスタライブさんしてました。そう、週1でやらせていただいてて、今日は土曜日にねできたんですけど、あー仕事忙しいんですね。皆さんもお疲れ様です。お疲れ様です。充電なるかな。ちょっと今日へこみにゃんの日だから充電なるかが本当心配で申し訳ないんですけど、はい。今の朝は雨がひどかった。今は大丈夫そうですかね。え、天気がない、大変ですもんね。明日は新幹線が、明日も動かないんですね。インスタさんではあのソロ公演についてのお話をさせていただいてましたね。はい、そうです。あのソロ公演がその叶えれるために SK の上の方とも相談させてもらったんですけど、あのソロ公演よりもソロライブの方がそのできる曲の幅も広がったりとか、そのいい面もあるので、あのソロライブぜひやってほしいみたいなことを言っていただいたんですけど、あの500人ぐらいのお客様を呼べるようにならないとやっぱ厳しいっていう風に言われてて、要するに人気がないとダメなんですけれどもはい、まあ、そういうことをねいろいろ、だからそうどうしたらいいかなっていうのは、そうです、私はやっぱりあのすごいね、私を好きでいてくださるファンの方はその熱く応援してくださってる方もねいてくれてて、あの
その一人一人の愛情は深いなと私は思うんですが、何ですか、ファン層が多いわけではないので、私はそう、だからそこを増やすのが難しいという問題なんですが、はい、そうなんです。500人 の、 お客さん呼べるっていう証明をどうやってできるかなっていうのを、どれぐらいね集まっていただけるかも実際のところわからないので、どうやってそういう証明ができるかなっていうのを思うんですけど、いや難しいなと思いますね。だからぜひ、そう、もしファンの方もこういう、こうやったらいいんじゃないかなっていう案があったら教えていただきたいなと思うんですが、でもそうですね、正直その最近はソロ公演絶対叶えるっていう思いが、自信が減ってしまった分もあり、はい、思いが複雑になってしまう部分が正直あるんですけど、うん、はい、そうなんです。それで、そうなんですよ、いろいろ考えてしまってたら泣いてしまいまして、イサレブさんです、ごい、そうなんです、心配かけてしまいました、はい、TikTok さん見てくださってありがとうございます、嬉しいです。そう、今日は TikTok さんに新米 S アカウントの方なんですけど、鼓膜心拍数の新曲のダンス動画をアップさせていただいたので、そう、見ていただきたいんですけどね、見てくださった方もありがとうございます。うん、チップ花屋さんのよしゃちゃんの活躍を YouTube でありがとうございます。昨日も見てくださったんですね。うん嬉しい、あの時は頑張って体張りましたはい、あー、新名公園ですね、そうですね、ありがたいですね。私が、そうですね、あおみさんポジやらせていただきたいですって言って、で考えてくださって、そう、許可をもらえたんですけど、そうですね、それのポジをやらせてもらえてるのもありがたいなと思って感謝ですね。うん、うん、ありがとうございます。はい、そうですね、なんかそうですね、そう、ショールーム配信というか、もう特にもちろんこの皆さん の、 その日々の疲れとか、そのなんか少しでもね取れて、明日から頑張ろうって思ってもらえるようにやらせていただいてるので、なんかそうですね、そう、なんか素直の私をこう見せすぎて、こう悲しんでる時も思いっきり悲しんじゃって、なんか元気、なんか皆さんもね疲れちゃったりしたら、なんか配信してよかったのかなって思っちゃう時もあるんですけど、だからそうですね、できるだけ私はその配信する時に違う気持ちに切り替えて考えないようにするんですけど、
でもちょっと無理な月がありましてすいません。素直な気持ちも受け止めてねくださってありがとうございます。あ、昨日公園でプレゼントいただきました。またすごい、そうですね、ガンプラもいただいたりしてありがとうございます。明日からカジキンさんのコラボですね。ね、ガンプラはあれですかね、あのお父さん用のですか、私用ですか、お父さん用のか、お父さん用のですよね。来週美術展からの握手会です。うん、いよいよ来週になりましたね、嬉しいです。だから今日はさ、今日はもともとミュージカルレッスンとか、あの姫たんとまの北川民次さんのあの美術展に行きたいねって話してたんですけど、台風の影響でいろいろ無理になってしまって、今日はお家の時間になって、手綱とかね、その周年コンとかの練習するのはいっぱいあるので、そういうのを取り組んだりしてたんですけど、そう考える時間もあったので、そのソロ声のコツとかも考えたりしてたら、そうなんかすごい気持ちがマイナスになってしまって、はい、なんかそうですよ、気持ちがね前向きになれなくて、今日の自主練もちょっとあんまり進み具合がとても悪いです。でもね、その頑張ってこの後も気持ち切り替えてやるとやります。はい、時間もね限られてるので、一気にねその時間がなくて詰め込んで徹夜するみたいな時もあるので、そうならないように、はい、体調も崩せないので、ちょっと計画的にね行けるように、この気持ちはとりあえず一旦置いといて、楽しみなことだけ見つめて、はい、頑張ろうと思います。はい。はい、今日も夜勤なんですね。あー、皆さんね、すごい頑張られててすごいです。はい、私も頑張る子ですね。歌、そうですかね、歌でもやっぱ最近そのレッスン自体も行ける頻度がちょっと減ってしまってるので、良くないなと思って、そうですね、今日のそうミュージカルレッスンも行けなかったので、そのそう9月は本当に周年のコンサートでのリハとかがいっぱいあるので、今はなかなかその時間組めるか調整が難しいんですけどね、両立して頑張っていきたいですね。そうだから、あの大美術館さんの方も見に行けるかわからないので、そうなんですよ、嫌なんですよね、それ見に行きたいなって思ってるんですけど、頑張って作ったのでね、はい、ちょっと厳しそうなんですよね。昨日アーカイブを見てくださったんですね、ありがとうございます、嬉しい。 TikTok 新曲の見てくださってありがとうございます。MV 撮影の時は白衣装より、もその私が来て踊ってた時のレッスン着の用の、レッスン着用なんですかね、レッスンしてる時用の衣装の方でいる時の方が多くて、あの時に撮った動画がいっぱいあったので、そう、でも逆にあの衣装は MV の時しか着れないので、
意外とリアかなと思います。はい、8月超えてなかったですか。来月当たるように。公演自体はね、そのリハーサルが多くて少ないのかなっていう感じもしますが、願ってますね。どうなんだろう、どうなんですかね。ライブと公演だと、ライブの、あ、でも公演の方が、でも500人だと公演の方が少ないですよね。そうですね。仕事サボって来てくださいますか。来週とかも考えてみるね。仕事が手につかなさそう。いや、それはダメです。でも仕事大事なのでね、そこまでし、そこまで嬉しいんですけど、とても思いはね、あの、皆さんのことも大事、皆さんのことが大事ですので、はい、無理はしないでください、本当に。すごく広いのがいいと思わないけど、でも やらしてあげるってなれる基準が、そう、そこ500人ぐらいやっぱ呼べないとダメっていうところなのかなっていう、なんだなって思いました。はい、著名、著名とか、クラファンクラブファンですか、クラファンっていうの。確かにそれだとしっかり分かるんですか、分かりますかね。そうですね、確かにそれを、SKE 自体もそうですよね、ソロ公演とかライブできること自体がすごいことですから、そうですね、今時そうだなと思います。確かに眠い時はちょっとあんまり、そうですね、切りすぎたかもしれません。TikTok さんの動画は、いや、何回か撮りました。はい、何回か撮りました。自転車遠くまで行って帰れなくなったこと、ないですね。でも方向音痴なので、遠くまで行かなくても来た道帰れないってことはよくあります。あの、なんか暗くなったりしてると分かんなくなるじゃないですか、その日が暮れたりすると景色が変わって見えるので、それで分かんなくなっちゃう時はありますね。はい、ドリームクルーズ、あ、ドリームクルーズさんもね、そうですね、終わっちゃうの本当に悲しいですね。でもすごい機会いただけたのも感謝ですが、ね、終わっちゃうの本当に申し訳ない気持ちもありますね。
すごい、カフェ屋さん、私が育ったと思うところでコーヒー飲んでくれてありがとうございます。すごい、エンゲージの話をしに来てくださるんですね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。梨と桃は梨かな、はい、インスライブさんでソロライブで歌いたい曲は完璧マスター企画。おなるほど。でも、あ、確かにネタバレになっちゃいますね。確かに確かにネタバレになっちゃうのは確かにそうですね。あー、そうですね、ネタバレになっちゃうのは誰かな。1839日連続もありがとうございます。ああ確かに、3分の2が終わっちゃうんですね。早い。 MV の小道具もねすごいですよね。あのアメブロさんの方にそのTikTok さんとまた違うダンス動画じゃないあのオフショット動画アップしてるので見てみてください。セットもすごかったです。何歳ですかって、すごい、23です。もう23歳です。24歳になっちゃいますね。8月の個別写真も嬉しいです。ありがとうございます。パレオですね。センターね、ありがたいですね、本当に。クラウドファンディング、できるんですかね、どうなんだろう。皆さんアドバイスもありがとうございます。お家に帰れなくなったことは、あったかな、あったかもしれない、あったかもしれないですけど、なんか、あ、でもちゃんと着いたのは着きました。梨のガリガリ君を食べたことあるような気がします。すごい美味しかった気がします。皆さんありがとうございます。今日はちょっとへこみにゃん配信でした。ごめんやん。まあ一日今日はちょっと思い詰めてしまったというか、ちょっとそうですね、あのネガティブになってしまった一日でもあったんですけど、皆さんね励ましてくださってありがとうございます。気持ち切り替えて、あの練習ね、練習いっぱいすることあるので練習頑張ります。はい、頑張ります。そうです、ちょっと今日はそのてて、て今日のショールーム配信は皆さんに元気をお届けできるような配信じゃなくて本当に申し訳ないんですけど、はい、私自身もちょっと今日は気持ちを休めれるように、はい、したいと思います。
だからそうなんですよ、今日もお歌を歌わせていただきたいなと思ったんですけど、ちょっとわがまま言ってお休みさせていただこうと思います。申し訳ございません、わがまま言わせていただきます。でも、気持ちがねもうちょっと切り替えて明るくなった時にまた頑張ろうと思うので、はい明日も夜かな、夜配信できると思うので、その時は気持ち切り替えて元気をお届けできるように頑張りますはい、そうですね、確かにポジティブシンキングがいいかもですね、こういう時こそ。わがままとは言わないですか、本当ですか、優しい、ありがとうございます。2256人の方も見に来てくださってありがとうございます。皆さんも今日もお疲れ様です。頑張っててすごいです。うん、じゃあ今日は感謝の発動にしようかなはい、感謝の発動にします。皆さん今日もありがとう、よこにゃーみーめわー、なんとか頑張って元気出します。はい、あんまり考えすぎず頑張ります。ポジティブシンキングになれるように頑張りますはい、皆さんも今日疲れたと思うのでゆっくり休んでください。はい、ゆっくり休んでね。 I love you の日なんですか。 I love you I love you、 いつもありがとうございます。そうですね、美味しいものも食べます、ありがとうございます。皆さんもゆっくり休んでください。明日もお待ちしてますはい、ありがとうございました。またね、ありがとうございます。ゆっくり休んでね。